マンゴハウスのナリエです。マンゴハウスケイスケです。はい、マンゴハウスのトキバです。カメラマン金城さんもいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速今日は無事予備車検が通ったということでバスの中を見に来ました。それでは早速どこが変わっているのか見に行きましょう。レッツゴー。あ、ついてますね、手すり。こっちとこっちと、あ、こっちも、こっちも手すりか。これも手すり。あ、めっちゃ登りやすい。頑丈ですよ。めっちゃ頑丈。私がグッと引っ張っても全然大丈夫。あ、余裕余裕。すごい。これ登りやすいね。店内入りやすい。安全ですね。安全です。こっちも閉まってる。ね、窓閉まってる。完全封鎖だ。そしてガチャ柱もしっかり。こっちも商品置けますね。物とか置いても良さそうですね。入り口に。反対側ミラーになってますよ。あ、本当だ。ここもミラーに。ミラーになってます。いいね。で、こっちの多分レールがあるから、あ、レールを閉めてこっちで試着室着替えてミラーで確認できるようになってます。そうだ、試着室移動したらしいですね、はい、移動するってね。こっちになってるので、はい、扉がついてます。なんか重厚そうな。鍵もちゃんとついててロックできます、こっちで。すげー、あ、入らない。行きます。はい。オープン。じゃーん。じゃーん。すごい。なんと。感じで。物収納できそうじゃないですか、こっちに。トイレの。トイレットペーパーとか。はい。こっちに置いて。おー、すごーい。手も洗えますね。手も洗えます、こっちで。バッチリ。お、で、こっちでトイレするみたいな感じで。こんな感じかな。どうですか、入ってきたわ。外見えるから。開放。開放感。変な感じしますね。恥ずかしい。すごい。でもね、何かあった時のために緊急時が、ね、あるかもしれないから。できたら近くのトイレに逃げたい。とりあえずね、なるべく何かあった時のためにっていうことでつけてます。コンセントあります、こっちに。へぇ、トイレに。トイレのコンセント。トイレのコンセントあります。あ、そっか、これを電源入れて。なるほど、なんか送るんすね。すげぇ。そうそうそう、さっきネットで見た。ラプトン、トレッカー WT4。 これってどこに行くんすか。これ、ここにラップ、専用のラップを敷いて凝固剤を入れ、用を足したら便座から立ち上がり、ラッピングのボタンを押すだけで、はい、ここで、あ、じゃあこのボタン押したら、そう、凝固されるっていうか、なんか、そう、凝固剤とこの用を足したものがギュッて、ギュッてなるんですね。はい、でそれを1個ずつラップしてくれるので、ラッピングって言い方なんか、そう、おしゃれですね。ラッピングしてくれるので、水を使わずにそのまま、はい、燃やすゴミに。すげー、はい、すげー、考えたもんだ。捨てれるという。なんかおむつとかね、子供用のおむつとか捨てるときにデパート行ったら、そうそう、おむつ入れて一個一個ラップしてくれるんだけど、そんな、へー、はい、そういうイメージ。匂いがだからあんまり出ないやつ、そのまま匂いもギュって閉じ込めてくれる。行きます。はい。おー。
あったかい色してる。すごい。オレンジの光が。ちょっとスタッフルームはあれですね。安らぎをテーマにしたんですかね。落ち着いてゆっくりトイレもできますね。よかった。もうなんかいい感じに収まってますね。こっちで休憩しようかな。蓋閉めといて。じゃあバスの下の方もちょっとずつ変わってるので、結構変わってるか。これエアコンのうるさい X の室外機です。この下に置いてるので、ここの網から風を取り入れて、わかるかな、ここから外の空気風を取り入れて、ここから温風熱い風を出すためにこういう感じでカバーをしてます。で、この下は穴が開いてます、床に。見えるかな。見える？開けてます。なので熱い空気が、風がこの中にこもらないように工夫されてます。そしてこれ、そしてこれが、はい、発電機に使用するガソリンです。発電機が 6.1 時間しか持たないので、ここでタンクで補充してなんとか1日2日持たせれるようにここに貯めておきます。3つもこれならガソリンスタンドで給油できるみたいなので、あとこれを持って給油所に行って、そう出て誰か持ってってで、あっち入れる、そう。全部自転車でそれ。全部あのかっこいい自転車なので、黒の自転車で。そしてこことこの隣は、あの商品、上のボックスにね入りきらない商品とかをここに載せれるようにしてます。在庫置きです。在庫置き場です。あとは上りとか自転車ね。ちょっとさっきからちょこちょこ噂のになってる自転車を載せるかな。はい、こんな感じで下はできてます。これわかります？ここは綺麗なお水を貯めれるタンクになってて、これでどれぐらい入ってるか、目盛りになってます。でこれでちょっと汚れたやつとかシャワーで洗い流すこともできるし、あのトイレにあった流しの水はここから汲んであげます、はい、でこの隣奥になるんだけど見えるかな、同じ形のタンクがもう一個ついてるんだけど、あの奥のやつはお水を貯めるタンクになってます。なので綺麗なお水と水を貯めるものと2個タンクがついてます。で多分下がバッテリーで、上多分バスの中の電気系統がまとめられてるみたいです。わかりやすいです、ね、見てください、これがソーラーパネルです。すごい、いいな、すごい。バスの上全部ソーラーパネルになってるので、いっぱい太陽を吸収して発電していきます。怖いので以上です。はい、ということで第8話見ていただきましたけども、今回はまずトイレですね。トイレできてましたね。トイレできて、はい、安心するんですけど、はい、使いたくないですね。でも何買ったんだっけのために、インサイドできる、
はい、ちゃんと用意してるので、はい、何かあればすごいね、簡易でもちゃんとね、匂いが漏れないだとか、ちゃんと一個一個処理がしやすい、一回一回ね、ラップで、そうそう、ラッピングラッピングしてくれるので、はい、安心して、一応安心はできるんだよ、安心は、はい、もうご飯食べ過ぎないようにします、はい、めっちゃ痩せそうだねダイエットダイエットはい、それからそれからすごかった、ソーラーパネル、ソーラーパネルの、はい、フォークリフト乗って、はい、めっちゃ怖かった、ね、もうディズニーランドとかのレベルじゃない、そんなに落ちる落ちる、あれ確かに何もね、何もない、安全じゃないから自分の腕のみ自分次第だから安全は、あ、でも楽しかったです、ね、下から見ててもね、すごい青空と綺麗なまあでも多分死なないから、ね、もう骨折したぐらいでソーラーパネルの感想まだ言ってないそうだねソーラーパネルめっちゃでかかったです、もう後ろほぼ半分、ソーラーパネル敷き詰められてて、すぐしかも溜まるって言ってた、言ってました ね電気溜まるって言ってたんで、天気のいい日はソーラーパネルだけで賄えたらいいですね、うんうん、はい、エコだしね、エコでそうだ、ガソリンも含めてた、そうですね、仕事が減ったので、はい、ちょっと梅雨辛い、天気が曇りだと辛いけど、まあでもその時はガソリンを頑張ってチャリでそれも雨なのか確かに辛い、やばい、マイナスしかない雨の日まあでももしかしたらクーラーつけなくていいかもしれないし、雨の日涼しくてポジティブ下の方もう綺麗に出来上がってたので、あのね、さっき言ったね、あのガソリンのタンク3つ並んで可愛かったね、可愛かったです、赤がトマトみたいなあれも安心だし、あのエアコンの室外機もそこにあるんですけど、ちゃんと熱い熱がこもらないようにね、そうそうそう、カバーもそうそうそう、つけてくれてて、しかも全部カーインテリア、アグニさんの手作りで、ああいうカバーとかはすごいですね、そう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 、そうなんです細かいところも全部配慮してやってくれてて、一個一個ね、仕切りもちゃんとできて、あっちに在庫とか商品も少し置こうかなって思ってるんですけど、それもあっちこっち行かないようにね綺麗に分けられてたので、はい、綺麗に分けられてたので大丈夫そうですね、大丈夫そうです、はい、大丈夫そうです、あともう大体出来上がってきたので、今度は外装バスラッピングのデザインも出来上がってるので、ちょっとここではあのシールが貼れない、ラッピングができないっていうことなので、今ねマンゴハウスオロクバイパス店の近くに駐車場を整備しているのでバス専用の駐車場を用意しているので、そちらに移動してまたラッピングすると思うので、それはまたその時に動画にしようかな、アイランド校のインスタグラムアカウントも開設しているので、よかったらフォローお願いします、お願いしますこちらのチャンネルも登録お願いします、お願いしますそしてこれからバスが完成するんですけど、出店先探してます、こんなに大きい大型バスなので、あんまり狭いところでできなくて苦戦してます、はい大きい場所知ってる方、もしくはここでできますよって言ってくれる方いたらお声掛けお願いします、お願いします、ホームページにあるお問い合わせからか、インスタグラムの DM からでも OK です、よろしくお願いします、よろしくお願いします、じゃあまた見てね、また見てね、バイバーイ、せーの、いい感じに、あそこも余裕で置けますね、置けますね、今後いろいろ質問していきたいんですけど、カーインテリアアグニさんは